山本周五郎作、エセ物語。一。加賀の国の白山谷を、鶴剣町の方から手取川に沿って登ってきた一人の旅装の老人が、牛窪という村に架か,かる土橋のところで立ち止まった。年は六十前後。 背丈は五尺七寸くらいやった。痩せていて色が黒く、眉毛も髪も白い。眉毛が特に白くて、日に向くとキラキラ光った。眠たそうな目つきや、高い鼻や、柔らかに結んだかなり大きな唇などに、冷ややかな無関心と、人を長老するようなものが感じられた。 裾をはしょった黒い縞の着物や腰に刺した短い刀やかかとまである浅葱色の長い桃引きやわらじではなく草履を履いた素足など今家を出たばかりのように綺麗でほこりなどは少しもついていなかったいかにも小ざっぱりと身綺麗であったほうあの岩は転げただな 老人はゆっくりとつぶやいた「神へよう」「川上へ156軒くれえか」か深く迫った渓谷は荒々しい川の音にやかましく反響していたこの手取川の上流は今雪解けの水でいっぱいだった転げている大小の岩の間を 薄く濁ったいっぱいの水がしぶきを上げ渦を巻いて激しい勢いで流れていたその水はまだ溶けたばかりの雪の匂いがするようであった老人は渓流の中にある大きな岩を見ていたそれは岸から飛べるほどの位置にあったおよそ十日かえばかりの上の平らな ずっしりした岩で川上の方へと傾いていた老人の眠そうな目にかすかな感動の色が現れた彼は肩にかけている魚のうを揺すり上げ持っている菅さをふらりとその岩の方へ振ったすると老人の顔を緑色の影がかすめた 深く迫っている谷の両岸は、新緑の木々に包まれていた、谷全体を覆い隠すほど茂った、色とりどりの若い鮮やかな緑が、傘の動きに連れて、老人の顔に映ったのであった。お主は誰だね茶源の旦那かね後ろで声がした。老人は振り向いた。 痩せた小さな男が立っていた。貧相なしなびたような年寄りで、継ぎはぎだらけの赤じみた斑点に縄の帯を巻き、ひからびて骨ばかりのすねはぶざまに外側へ曲がっていた。彼は何も履いていないはだしのつま先で、道の湿った土をひっかきながら、めやぎだらけの目でじろじろ相手を眺めまわした。 おめえ、やいちじゃねえか。こちらの老人が言った。まだおめえ、生きていただか。生きてただよ。おら、この通り、ちゃんと生きてるだよ。こう言って、年寄りは一羽跳ねてみせた。おら、まだ、勝山城下へ一日で行ってこられるだ。おぬしゃ、 何やの旦那だね老人は黙っていた。それから歩き出した。弥一と呼ばれた年寄りは、不決断にその後からついていった。歩きながら老人が聞いた。前太のところのお花は達者かね花っ子は死んだだよ。旦那は花っ子を知ってるだね。弥一はまた。 ひょいと跳ねた。死んでっから七年くれ経つか、孫の亀が時期に嫁をもらうだよ。遅で、ご家の娘は、ええ、何とか言ったっけつがめで丸っこい体つきのよう。うぅ。あやっこのことかえ。そうよ、本に、あやっていうなだっけ あれも死んだだ。あれはよっぽど命のんだ。もう二十年も経つべえかね忘れるくれえ昔のんだ。旦那は娘っ子をいろいろ知ってるだね。すると、老人は構わずに行った。すると、その黒門の乙女様も亡くなっただか。どの乙女様のことを言うだ 殿と言って、乙女様は一人きりじゃねえかえ乙女様は今でもござるだよ。けれども今の乙女様のおふくろ様も名前は同じだし、その名のおふくろ様も乙女様と言っただ。黒もんじゃ代々乙女様って言うだよ。そうだっけ、本に。老人は頷いた。 本に代々乙女様って言ったっけよ。道は村へ入った。牛窪村は谷がやや開けて手取川が大きく湾曲した島のような地形の上にあった。村の三方を川の流れが回っていた。個数五十個ばかりの古ぼけた板屋根の家々が道から段のぼりになって斜面を削り、 石垣で組み上げた狭っ苦しい地面に固くしがみつくように立っていた。旦那は杉谷へ行かっしゃるだね。八一が探るように聞いた。杉谷の大先生の時計よ。もしかそうなら黒萌え呼んなさるがいいだ。大先生は四五日目から黒萌えいお客にござって。 まだ二三日は黒門にござらっしゃるだよ。大先生って何の先生だえおーれこれは。弥一はまた跳ねた。おれまたこれは。大先生ってば超一彩先生でねえか。剣術の大名人で神様と言われるくれいの人だに、旦那はへえ知らねえつうだかえ おらが知るかさ。老人は言った。ふん、つまらねえ。つまらなかねえだ。ちょいさい先生は剣術の神様みてえにえれいだよ。あんまりえれいだで世間がうるさくってなんねえ。人がほっておかねえだであんまりうるさくってなんねえからこの山ん中へ逃げてこさしただよ。 八一はムキになって言ってた。つまり「頓声」とか言うだあの庭園の言葉ではよそれでもやってくるだ剣術の隠し技を教えてくれろってよどこか遠くの方から武者修行みてえな庭園があとからあとからどうかぜひ教えてくれろってようそじゃねえだよ。 老人はふと足を止めた。八一の話などは聞いていなかった。道のすぐ左に石段があり、その上に石地蔵が立っている。老人はちょっと考えて、それからゆっくりと石段を上っていった。道家行くだね。八一が言った。そこには何にもねえだよ。行き止まりで抜け道はねえだによ。 うちへ行くだよ。老人が言った。おら、自分のうちへ帰るだよ。うちへ帰るだってやいちは、目やにのたまった目をしばしばさせた。彼は頭をかしげて、登っていく老人を見上げ、はだしのつま先で地面をかいた。それからふいにはね上がり、おーれ、おーれ。 と叫んで、石段を駆け上った。待ってくろう。弥一は叫んだ。ぬしゃ、木助じゃねえかぬしゃ、くるめの木助じゃねえかよ。老人はこっちへ振り返った。そうよ。ほら、くるめの木助よ。へえ、たまげた。なんちゅうこんだ。 ほんにおぬしはもくすけだにそうよおらこのとおりもくすけよするとおぬしゃ帰ってきただなおら帰ってきたのよ老人は菅さを持った手をゆらりと振った帰ってきたくなったでよそれでまあ帰ってきたのよ やいちは下唇をだらっと垂らしそれを手でこすったそれからひどく慌てて何やら叫びながらあたふたと石段を駆けおりていった2木けは牛む村で生まれた桃ももけという農夫の一人息子で母親ははの名はことといった 彼は生まれつきのずぬけたなまけ者であった。ごく幼い自分から食うのと寝るほかは何にもしなかった。牛窪村は深い谷の底にあるので田畑をつくるには村の外へ出なければならなかった。渓谷を挟んでそそり立つ山岳の高いところでは千弱以上も登ってゆき。 傾斜の緩い地面を求めて、まず小屋を建て、なぎはたという原始的なやり方で工作をする。彼らは春先、雪のあるうちに村を出て、工作する間はずっとその小屋で暮らし、秋になって雪の来る前に収穫を持って村へ帰るのであった。時には十里も二十里も遠く出かけるが、これは牛窪の 手づくりといって古くからかなり広く知られていた。こういうわけで村人は皆勤勉であった。勤勉でなければ生きてゆけなかった。それにもかかわらず、木けは怠け者であった。彼が七歳の時のことであるが、父親の桃助は習慣に従って初めて彼を 手作りに連れて出かけた。その場所はかなり遠かった。途中で二晩泊まるほどの距離にあったが、五日目の午後になると、す助は一人で家へ帰ってきた。留守をしていた母親は、歯の根の緩むほど驚いた。彼女は旗から飛び降りて、泥と赤にまみれた我が子を抱きしめ、おろおろしながら、 どうして帰ってきたのか、もしやはぐれでもしたのかと問いただした。すると子供は大きなあくびをしてぐったりとそこへ横になった。それからさもうるさげにこう答えた。だってつまらねえもの。すけは何者にも興味を持たなかった。物をねだるということがないし。 友達と遊びさえしなかった。飯を食べるとすぐ寝転んでしまうか家の前の石垣の上にある石地蔵のところで草の上へ足を投げ出したまま下の道を往来する人や馬をぼんやりと飽きずに眺めているかしたそして時にこんなふうな独り言を言った何が面白くって あんなに毎日行ったり来たりするだかよ。おんなじように行ったり来たりよ。つまらね。谷川へ降りていくこともあった。川の中の大岩の上へ上がって、腹ばいになって、流れる水や魚の泳ぐのを眺めている。ぼんやりといつまでも眺めている。いつまでも動かない。見ようによっては何か死災がありそうに思える。 いつか弥一,一はこの村へ紛れ込んできた孤児で黒門の家の納屋を与えられ村の家々の使い走りをしている少年だった「ぬしゃそこで何してるだね」弥一は好奇心に駆られ流れのそばへ寄ってきてそう聞いた木助は身動きもしなかった やいちはもう一度聞いた。するともくすけはこっちを見もせずに答えた。見てるだよ。やいちはうさんくさそうにもっと近くへ行って川の中をのぞいてみた。水が流れていたし、水の中ではもぐさが揺れていた。もぐさのないところには流れにとがれた丸い石ころが見えた。 時々小さな魚が素ばしこく走ったが、その他にこれと思わしいものは何もなかった。そこでまた八一が聞いた。いって、何見てるだえす助はじっとしていた。顎を支えた片方の手の親指だけが思い出したように拍子を取って動いた。それからややしばらくして、 もう忘れた自分になってこう答えた。見えるものをよ。父親のすけは彼の性分をため直そうとした。随分手を尽くしたが結局うまくいかなかった。なぜかというと少し厳しく叱るとか折んなどをすると、木けはたちまちクルメの発作を起こすのである。クルメは 狂い目の意味らしい。すなわち、両眼の動向のある部分が、各お々のおの勝手な方向へ動き出し、それが長く続くと、ついには眼球が裏返しになるというのである。瞳というものは、大体として同時に同一方向へ動くはずである。それが片方ずつ勝手に動き出し、双方の目玉が裏返しになる。 当時はまだ解剖学が未発達だった。とすると、これは相当なものだ、などという程度のことではないであろう。一例を挙げると、木助が七、八歳の頃の出来事だというが、一匹の恐ろしい食いつき犬が村へやってきた。勝山城下の方から峠を越してきたらしい。子牛ほどもある大きな赤毛の犬で、 尻尾がくるっと巻き上がっていた。すごいような目で左右を睨みながらいつも悠ゆ々うゆうとやってきてちょっとでも気に入らないものがあると食いついた。この犬がいる間は村人たちはオちオち眠ることもできなかった。するとある日、すけが道の真ん中でその犬と出会った。その犬の鼻面は ちょうど木助の喉首辺に当たっていたそうであるが、いきなり顔と顔を突き合わせたので、すけは驚きと恐怖のあまり、立ちどころにくるめを起こした。片方の黒目はあっちへ動き、片方のそれはこっちへ動いた。それだけではない。双方の黒目がくるくると勝手な方へ活動し始めた。 これには食いつき犬も仰天したらしい。うーっとうなり、背筋の毛を逆立てながら、その不気味さに恐れをなして、じりじりと後ろへしさり出した。たくましく巻き上がった尻尾も、いつかまたの間へ挟まっていたが、すけの眼球が後ろ前になった途端、キャンキャンと悲鳴を上げて、 っしぐらに西南へ向かって逃げ出した。勝山城下へ通ずる谷峠の方へ向かって弾丸のように素早く逃げ去ってゆき、二度とこの村へは姿を見せなかったそうである。久留米とはこういうものであった。強く叱るとかせっかんするとか何かしら激しい感動を与えるとたちまちその発作が起こる。 自然、父親もそう厳しくはできなかったし、すけは怠け者のまま育っていった。彼は十八歳の時に村を出奔した。村では娘たちが彼を追い出したのだと言った。木助は十四五から背丈が伸び、男ぶりも良くなった。もちろん美男というほどではないが、 っと人と眠そうにしている目や、高い鼻や、いつも誰かを下げ住んでいるような口つきなどに、娘たちの心をそそる特殊な魅力があったらしい。彼女たちは絶えず彼に流し目をくれ、付きまとい、思わせぶりや嫌みなどで彼をうるさがらせた。それだけならよかったが、やがて黒門の乙女様の問題が起こった。 黒門というのは村一番の旧家で、村の土地はもちろん、付近に多くの山林を持っていた、また相当な金持ちでもあった。屋敷は村の西側の最も高いところにあり、い五棟の土蔵は別として、全体の建物は鎌倉時代の建築と言われる壮大なものであった。黒木の門には、 小びさしのついた窓があり、昔はここで祖願などを受けたという。また、門の脇には考察場があって、現在でも領主加賀様の制殺が掲げられる。土地の者は、その門のため単に黒門と呼んでいるが、正式には庄屋の役を務めているのである。乙女様というのは、その当主であった。 不思議なことには、黒門ではもう七代も女主人が続いていた。代々乙女様という名であって、彼女たちは代々一つの夢を受け伝えてきた。火おどしの大鎧を着て、竜頭金クワガタのついた兜をかぶって、連戦足毛の馬に乗った 美しい若武者が迎えに来る。光り輝くような若い大将が、それが乙女の花婿である。彼女たちは代々そう言い伝え、それを信じてきた。その他の人間は、ひっくるめて巻きざっぽかわらくずに過ぎない。決して他の縁談には耳を貸さず、いつまでも待っていた。 そうして35、三十五六から四十くらいになると、必ず娘を一人産んで、その娘に向かって、繰り返し若武者の夢を言い含めるのであった。ところで、必ず娘を一人だけ産むという点であるが、彼女たちはもちろん結婚をしないし、評判になるような恋人も持たない。伝承の若武者以外にそんなものを持てば、 代々の乙女様の霊がたたるというのである。ではどうして娘が生まれるか、神聖受胎の類いであるかというにそうでない事実がわかった。木助がその当事者になって初めてわかったのである。それは彼が十八の年のことであるが、父の桃助が黒門へ呼ばれてゆき、 帰ってきて話すところによると、彼に黒門へ上がって乙女様の御用を務めて来いというのであった。夜中に行くだ、と父親は声を潜めていった。誰にも知れねえように、夜中に行って夜の明けねえうちに帰ってくるだ。死んでも人に知られちゃあなんねえだ。 ご用だってどんな仕事をするだえ黒門へ上がればわかるだよ。と父親は言った。どんななまけ者にも務まるご用だに。木助はほぼ了解した。村の娘たちの中には、それとなくほのめかす者も,もいるし、もっと大胆に積極的に誘惑する者も,もあった。 およそ見当はついていたので、彼は不機嫌にそっぽを向いていった。つまらねえ。おらまっぴらだ。彼にはおとめさまの生まれるわけがわかった。代々そのようにして、極秘のうちにおとめさまは生まれるのであった。そして、黒門を損すし、恐れている村人たちは、 その役に当たったものはもちろん、うすうす感づいたものも、決してこの秘密には触れないのであった。すけは我が子を口説いた。その役はさして骨の折れるものではなかったし、黒門の権威には背けなかった。木介は承知しなかった。父の立場には同情したけれども、 彼は面倒くさいことは嫌いであった。どんな意味ででも自分の意志に反して体を使うようなことはごめんこをむるのであった。こうして木助はふいと村から出奔し、丸四十年の間行方が知れなかった。3 足掛け四十一年になるだ。あれはオラが二十歳の年でよ。いちが言った。オラ去年の夏に本家帰りをしただからよ。四十年定てえばおめそのどこで何をしてただね。随分世間を広く見てきただろうし、金もしっかりこしれえだろうしよ。おめまだ くるめがおこるだかえ。木助は横になっていた。半ば傾いた家の縁側にむしろを引いて、その上に木枕を置いて、さも気楽そうに横になっていた。そしてキセルでうまそうにタバコをふかしていた。それは弥一にとっては脅威であった。タバコというものがあることは知っていたし。 それがどこか天竺の方からトライしたという話も聞いていた。けれども現実に見るのは初めてであった。木助は帰ってきてつ日になるが、いつもキセルを持って悠々とうまそうにタバコをふかしていた。それはいかにも高尚で貴族的で近寄りがたくあたりを払うように見えた。そうよ。 怒ったっけよ。木助は放心したような声で言った。大阪方のなんとかいう大将が首をぶたれた時によ。大阪方の大将がどうしただって今日の河原で首をぶたれただよ。木助はキセルを叩たいた。シャー とょっと嫌な音がして、それから首のぶっ飛んだ後から真っ赤なあれが一畳も吹き上がっただ。ビューっとよ。一畳のようもあったっけか。ほんとによ。その時おら、クるメを起こしただ。するとおめえは、戦人になっただかいおらが戦人になったかって 目は鼻を鳴らふん <laughs> つまらねえ。弥一は首を振った。すけが戦争などに出るわけはなかった。世間はせちがらいというがどんなに世間がせちがらくともすけはやはり怠け放題になまけてゴロゴロ寝転がったりぼんやりと何かを眺めていたりしたに違いない。 世の中にはいつもそのくらいの余地はあるものだし、すけのような人間はそれを見つけることができるにそういなかった。なあよ、すけ、言ってくろよ。弥一は思い出したように用件を言った。乙女様があんなに言ってるだに、黒門へ行けば安楽に暮らせるだによ。どうかおめ 行ってくろよ。もくすけ。あの、王先生って人はなんてなめだって？乙女様は生涯不自由させね。えっておっしゃってるだ。おめえはあの隠居所に収まって好きなもんを食って暑さ。寒さの心配もなくやっていけるだよ。こんなにひっかしがって穴だらけのボロ家にいるのとは？ お星様ともぐらよりえれちげだに。なあよ、おめえってくろよ、木けあの、剣術の先生は、なんていう名だって乙女様は大先生に飽きちまっただ。向こうから来ればお客にはするだが、もうすっかり飽きちまってるだ。それにはじめっからそれほど気に入ってござったじゃねえだよ。 やいちはしたなめずりをしたまた大先生にしたってよそから修行者が来るだでそうそう黒門にばかりはいられねえのさその人はなんてなめだって聞いてるだなめだってなめはちょういさいっちゅうだ飯石の調さいってよ 天下にその名を知らねえものはねえちゅうこんだに。ふん、つまらねえ。木助は言った。そんなえれえ人間が、なんでこんな山奥なんぞへ来ているだとんせいしてきさしただって言ったじゃねえかえ。世間があんまりい先生様だ、名人様だって騒ぐし。 お大名方は天でに召し抱えをとって血眼になるしご自分はもうお年を取ってそんな俗なことに飽き飽きしちまっただしそれでおめえこの山ん中へ逃げてござったっちゅうこんだその人が自分でそう言っただかえ自然に分かっただよ弥一が言った。 どっかから武者修行がやってきて、これこれの王先生がござるはずだってよう、わからずにゃいねえだ。修行者は後から後から来るだし、米味噌は村から運ぶだしよ。そのうち黒もえ客にござるようになったで、すっかり詳しいことがわかっただに。木助は、ふんと言って、キセルを放り出し、大きなあくびをして青のけになった。 おめえらはいい人間だ」と目助は言った「おめえらにゃ縁もゆかりもねえそんな剣術使いの先生にでもどえれえ名人だって聞けばただで米みそを運ぶだそれこそ十里に十里先で手作りをして血と汗の塊みてえな米みそをよ。やっぱ やはりオラ帰ってきてよかっただ。ここはいい土地だし、おめえらはそんなにいい人間だでな。黒門へ行けばもっと安楽だに。黒門へ行けばよ。つまらねえ。木助は言った。黒門で食べる米味噌はおめえらが作ったもんだ。 黒もんでおめえらから取り上げたものを、おらがまたもらって食うなんて、芸のねえこった。おら、じかにおめえらからもらって食うだよ。おめえらはずぬけたいい人間だし、おら、面倒なことはきれいだでよ。おーれまた弥一は、不意に縁側から腰を上げた。 またあの娘子どもがやってきただ。五人もつるんでよ、五人も。なんちゅうこんだ。石地蔵の脇からこっちへ来る五人の娘たちが見えた。十六くらいから二十歳くらいまでで、肥えたのも痩せたのもいた。器量もそれぞれ違うが、山が育ちの健康な明るさと、若い血に満ちあふれた様子は共通していた。 おめえら、何しに来るだやいちは、はだしの足でひとはねはねた。ここのむくすけはもう白髪のじいさまだっつうに。おめえら毎日何の用があって来るだおんだらは来る用があるだよ。娘たちはこう言い,いながら近づいてきた。五人とも、包みや手かごを持って、 弥一などは点でなめた様子だったおめえこそようはなかんべえによ娘たちは弥一を長老したおめえはただ胸話をするかはねて見せるほかにのうはねえだその薄汚ねえ格好でよ木助様の邪魔をするほかにのうはねえだにおんだらは掃除もするし洗濯もするしにたきのお世話もするだ 誰かが死ねえばなんねえだで死に来るだわさ。この甘っ子どばあさまらとなしだ。八一は拳を突き出して叫んだ。おめえらのばあさまも、こんな風に木助につきまとって、真から木助をうんざりさせただ。木助はこんなじいさまになって帰ってきただに。 おめえらまたうるさくつきまとって木助をうんざりさせる気だっつうのかそんなこと心配しねえでおめえは三津沢の湯小屋の番でもするがいいだ娘たちはずけずけと言った木助様がうんざりするかしねえかは木助様が知ってござるわさおうよ木助様が知ってござるだよやいちは 拳を振り回し、はだしの足ではねながらわめき立てた。娘たちは声を上げて笑った。その小さなガニ股のしなびたようなやいちが、はね上がりはね上がりわめく様は、おいぼれざるが怒ってでもいるようで、娘たちには忍耐のしようのないほどおかしいらしかった。三つ沢に湯小屋ができただって 木けは寝返ってキセルを取った。それじゃあまだあそこには脇湯が出ているだな。彼はまただるそうにたばこを詰めた。彼には目の前の騒ぎが見えもせず聞こえもしないようであった。娘たちは土間の方へ行きながら艶のある声でこっちへ呼びかけた。木助様よ。 イワナを持ってきただよ。おら、米を5章を持ってきただわさ。おんだらが今朝早く曲がりせで取っただ。質素のある肥えたイワナだにみんなで5匹あるだによ。オーラが自分でついた。米だでな。本人よ。オーラが自分でついただから。洗濯物だという娘もあり、山菜を取ってきた。娘もあった。あ 彼女たちは互いに自分の貢ぎ物ですけの注意を引こうとしながら互いに押し合ったり叩いたりした。華やいだ声でキーキー叫びながら土間の中へ入っていった。四湯小屋へ行くか。木助はつぶやいた。 小やができたとすれば、どんな小屋かもしれねえが、う、行ってみるか。こうつぶやいたとき、ふいと、死んだ親たちのことが頭に浮かんだ。父も母もずっと前に死んでいた。母親は、木助が出奔してから一年ばかり経って死んだそうである。黒門に申し訳がないという気持ちで、 ほんのかりそめの病気をこじらしたのであった父親は妻の後をめとらなかったちょっとボケたようになって男やもめのまま十五六年も暮らしてから死んだ一つ言ってみるか三つ沢へよ父がボケたようになったのは母に死なれたからであるし 母が死んだのは黒門のことを気に病んだためであった。そして今もまた黒門では彼に来いという。今のめさ様は四十年前のめさ様ではなかった。前のめさ様はもくすけが出奔した後四五年して今のめさ様を産んだ。もちろん父親は代々がそうであったように不明であるが。 その乙女様も今ではおふくろ様と同じ年頃になっていた。そうだ、湯小屋へ行くべ。木助はまたつぶやいた。久しく秋植えも入らなかったでよ。本人、明日にでも行くとすべ。木助はうっとりと目をつむった。 ほうでむすめたちのにぎやかな声が聞こえたそがれてきたこのえんさきまでかまどのけむりがながれてきたあくるひもくすけはみつざわへでかけていったそこは白山へのぼるみちからわきへそれたせまい谷までがけのしたのほそいけいりゅうのちかくにいわのあいだからおんせんのわくところがあった 牛窪から二里ほど離れていたし、村人たちはあまり利用しないので、これまでは何の設備もない露天風呂だった。今でも露天風呂には変わりはないが、すぐ脇に小屋が立ち、そこには滞在するに必要な道具が一通り備えられていた。食べ物だけ持ってくれば、好きなだけ湯治をすることができるようになっていた。 五人の娘たちが米味噌や漬物や干した川魚などを背負って大層陽気に送ってきてくれた彼女たちも三つ沢で一晩だけ泊まっていくはずだったけれども湯小屋には見慣れない老人の先客が一人いた皆よ、まあ杉谷の大先生だに 彼女たちはこう囁き合い、持ってきたものを小屋の中へ片付けると、湯も浴びずに帰っていった。あの人にゃ気をつけなくっちゃなんねえだよ。お初という娘が木助に囁いた。ああ見えても神様みてえにどえれえ剣術の先生だでよ。失礼のねえようによく気をつけてくろよ。 すけはそっちを見ようともしなかった。その時、先客の老人は湯に浸かっていた。娘たちが去ると木助もすぐ湯に入ったが、老人の方には目も向けず、無論挨拶もしなかった。老人の方が少し脇へ身をずらせた。木助は平然として、 まるでそこにいるのは自分一人であるかのように、あごのところまで湯につかり、手ぬぐいで首のまわりをこすりながら、おもむろにあたりを眺めあって、独り言を言った。あの沢は、くずれだだな。きっと、木を切りすぎた日芸ね。狭い谷間だから、展望はきかなかった。 白山谷も見えない、手取り側の背の音も、目の前にある渓流の音が高いので聞こえなかった。渓流に沿って道があり、それはこの上の杉谷を経て、白山の登山道へつながるのであった。向こうは傾斜の急な山腹で、杉林がずっと上の方まで茂っているが、ひとところ大きく崩れて、 赤土のむき出しになっているところがあった「その方は牛ぼのものか」「先客の老人が言った」「呼びかけずにはいられなかったらしい」目「すけはそうだよ」と答えたままやはり谷の向こうを眺めていた老人は黒くて濃い眉をしていた」 髪の毛はもう灰色であるが、眉は黒く、飛び抜けてこかった。肉のしまった骨の太い、ごつごつした体つきで、武芸で鍛えた体だということは一目で分かった。もちろん肥えてはいない。くすけと大差のないくらい痩せていて、たくましく見えた。鼻も口も大きく、頬骨が出ていて、 はであった。どこかの意地の曲がった親方が年を取りすぎて脱臼しかかっているといったふうな顔つきに見えたわしには見覚えのない顔であるがと老人がまた言ったその方は他国でもしていて帰ってまいったのかそうよ ら帰ってきただ。木助は答えた。帰ってから五六日になるだよ。すると五六日前だとすると、その方、久留米の木助というものではないか。老人は話がしたそうであった。わしは黒門で聞いた。わしは時々黒門へ客に参るが。 この度参って帰る前日にその方の話を聞いた。くるめというけうな癖のあることも、その方がその木助であろう。木助は両手で手ぬぐいを広げて顔を洗った。湯が揺れて岩風呂の岩へぶっつかって跳ねた。そのしぶきが岩から垂れているシダの葉に当たって、 その葉をゆらゆらさせた。そうだよ。もくすけは手ぬぐいの中で答えた。おめえさんの聞いたことに嘘はねえだ。おら、くるめの目助だよ。けれども老人のほうへは向かなかった。老人は待った。汗が出始めたので湯から上がり。 岩の縁へ腰をかけて、横目遣いにそっと見ながら待った。木助は何か言うはずであった。話の糸口はこっちでつけたのだから、今度は木助がその糸口をほぐす番であった。が、木助は黙っていた。やおら後頭部を岩の縁に持たせかけ、うっとりと空を見上げて、 さも心地よさそうにため息をついた。老人は咳をして脇腹のあたりをかいた。老人は次第に待ちきれなくなった。それでもなおしばらくは待っていたが、やがて我慢を切らしていった。わしはその、イーの調異祭というものであるが、聞いただよ。 もくすけはあくびをした。弥一から聞いただし今の娘たちもそう言ってただい一は詳しく話してただよそして彼は絞った手ぬぐいを頭にのせうっとりと目をつむった飯の老人は何か言いかけたが言うのをやめて立ち体を拭いて小屋の方へと立ち去った の老人は話し好きのようであった。木久助が黙っているので、面目上かなりまで自生していた。久留米などという妙な癖のある土白匠のじじいに、天下の調異祭から話しかけるという法はないのであった。けれども彼は話し好きだったし、相手は目の前にいた。寝起きも同じ小屋であり、 いつも相手は鼻の先にいるので3日目にはついにがを負ってしまった岩に話すと思えばいい飯の老人はそう考えた話しかけてみればすけもまんざら黙ってばかりはいなかった無愛想ではあるが時には返事もするし質問することさえもあった たとえそれが間の抜けた表紙もないようなものであったにしても確かに岩よりはましであったここはいい実にいいしの老人は必ずそこから話のきっかけをつけた三死水命湧水寒弱などという通俗なことではない そこはちょっと適当な形容を思いつかぬがともあれ静かで人情素朴ないいところだ。ご残念なのは修行者の来ることだ。わしはよ捨て人じゃ。属性の冥利をきれいに捨ててきたのじゃ。山中に身を隠して。 誰にも知られず余生を楽しみたい。できれば新鮮に貸したいと思っておる。おら、知ってるだよ。木助が言った。他にも似たようなことを言う人に会ったことがあるだよ。似たようなものほ、それは主将なことであるな。その人は、 ら伏見の城下町のことだっけが黙助はだらけた調子で言ったその人も言ってただおら世の中に飽き果てた人間どもの俗悪さに愛想が尽きたおら何もいらねえし金もいらねえ出世もしたかあねえこうやって 名もねえ人間になって、無一物で誰にも知れねえようにまたを放浪して、そうしてどこかで落っちぬが望みだってよ。それは首相なことを聞くものだ。その人はそう言ってただよ。木助は無関心に言った。そう言ってただが、 宿の表には自分の名を書いた大きな看板を出しておいただ。天下の豪傑、荒川熊蔵の縮小ってよ。ほう、荒川熊蔵とな。それから酔っ払うといつもわめき立てるだ。うぬら、この虫けれども、天下の豪傑を知らねえっつうか。 荒川熊蔵を知らねえだか。この人間のクズのゲスやろうめら。おら、荒川熊うだぞ、ってよ。こう言ってあくびをした。それで、その人のことを知らねえものはなかったし、みんな恐ろしがって震えてただよ。本人みんな震えていたっけだよ。いいしの老人は、 ふゆかいそうな顔をした。そんな人間とわしを同じに思ってもらっては困るわしはそんな人間ではない老人は言った痩せたりといえどもい糸の調異彩山城守直家はそんな人間ではないわしは確かに妙理を捨ててきたし現にこのとおり。 山中に隠性し、その方などと寒暖を楽しんでおる。誰が見ても無欲転旦な老の夫ではないか。それは、お前さんがそう思うだけだよ。一個無名の孫夫子ではないか。おめえさんはなしでもねえし、百姓じじいでもねえ。お前さんが、 いいしの超異才様だってこと村中の者が知ってるし、よそから武者修行も来るそうでねえかえそこのところは、そこはわかってくれると思うが、わしとしても実に迷惑しておる。剣の道は神聖であって、遠路をいとわず教えをこいに来たとなれば、道の精神からして拒むわけにはゆかない。 そうだとも、そら教えてやるがいいだよ。いや、そうじゃない。待ってくれ。わしは豚腺しておる。わしは聖寛でありたい。老人はむきになっていった。いかに精神な道のためとはいえ、もはや疲れもし、飽きても来た。幸いこのところ一人もおらぬが。 季節が良くなってまいったで、そろそろまた修行者が来るであろう。しかしもうごめんじゃ。今年こそもう断じて教授はしない。できればいいだがね。断じてじゃ。師の老人は言った。そして、真実忍者になって。 心静かに新鮮の道を学ぼうと思う。それができればなぁよ。木助は大きなあくびをして湯から出た。さらに三日ばかり経ったある日、薄曇った午後のことであるが、二老人が小屋の中にいると、一人の若い旅行の侍が戸口へ来て道を尋ねた。 杉谷へはどう登るかというのであった。木助は横になってタバコをふかしていた。飯の老人は座って小寄りを寄っていた。木助は若侍を見て、それから飯の老人の方を上目に見た。飯の老人は何も聞こえないし、見えもしないという顔つきで、力を込めて小寄りを寄り続けた。 杉谷へ参りたいのだが若侍はもう一度言った杉谷の張衣斎先生のご草庵へ参りたいのだがこの道を登って参ってよいであろうか大先生の時計行くだって木助はまた上目で飯糸の老人を見たそれからゆっくり着せるをはたき 横になったままで若侍に答えた「おいでにならぬ」「いらっしゃらねえだ」「おとついまではござっただがねえ」「木助はたばこ入れを取った」「あんまり武者修行が来てうるせえ」「これじゃあとんせいがとんせいにならねえってよえらくプリプリしてござったけがおとついの朝方 どっかへ突っ走っちめえなすっただよ。それは、事実であろうな。オラが証人だ。木助はタバコを詰めた。オラ、杉谷の庭吐きをしていたでよ。それももう用がなくなったで、こうしてここへ降りてきただよ。若侍は、 たのあまりうめき声をあげたその時、飯の老人の手が動かなくなり、何か言いたそうに口をもぐもぐさせた。言葉が前歯のところまで出て、そこで歯に引っかかったようであった。では、まだ遠くもゆかれまい。これからすぐにお後を慕ってまいろう。若侍は自分に向かっていった。 道の奥を極めるためには、いかなる真くもいとわぬ。いや、いとってはならぬ。たとえ大地の最果てであろうとも、必ず追いついてご伝授を受けなければならぬ。そうだ。若侍は奮い立って、大先生がどちらへ行かれたかと尋ねた。木助は知らないと答えた。大先生も今度は、 行き先を感づかれるようなヘマはしないだろうと答えた若侍は気にかけなかった彼は鉄石心をふるい起こしたようであった彼は曾時もこうしてはいられないと言ったようにずしんずしんと力いっぱい地面を踏みつけながら去っていったわしはやがて の老人が言った。わしは道の両親がとがめるわしはこの道の神の罰が恐ろしい呼び返すかねあの男はどこまでもわしを探し歩くだろう呼べば聞こえるだよ草にね 石を枕にし三三刻々悪獣独者をものともせずただ剣の道の費用を探るためにわしを求めて遍歴するだろう呼び返すがいいだよ目はふうっと煙草の輪を吹いた。罰なんぞどうでも自分の人気の高いのを自分で見ているのは 悪い気持ちじゃねえし、それについて陰口を聞く者も,もありゃしねえだ。ただお前さん一人でいろいろ勘ぐってるだけだに。こうするか。いいしのろうは、ふと木助の方を見た。木助の言葉は,は、甚だしく彼の自尊心を傷つけた。だが、いいしの老人は聞かないふりをした。 少なくともそれを目殺し、そうしていった。その方に、頼みがある。ええ、おらにかえその方、わしの身代わりになってくれ。おれまた、こういうわけだ。イーの老人は座り直した。 今見たように修行者はどこまでもわしを追ってくる。どんなところへ隠れても彼らはきっと探し当てるだろう。そこでだ。今その方が杉谷の庭履きをしていたというのを聞いて思いついたのであるが、その方が上位祭になって杉谷におれば、わしはもう修行者につけ回されることはない。 安心して好きなところへ行けるし、演歌の中で静かに行い済ますこともできる。そらだダメだよ。木助はキセルをはたいた。そりゃあ悪い死案じゃねえが、ダメだよ。どこがどうダメだというのか。どこも何も。お前さんは大先生だ。 神様みてえに強い剣術つけえだに。ほら、巻きざっぽひとつ振り回すこともできねえ。そら、お前さん、むちゃなこんだよ。いや、そのことなら心配は無用。いいしの老人が遮った。老人は自分の発案に興奮していた。それは、自分が本心から妙理を捨てようとしていることを、木助に証明し 合わせて修行者たちがその疑問を看破。どうして看破しないことがあろう。して、なおどれだけ自分を求め、自分を慕ってくるかという、厨房の熱度を知ることができるのであった。そのことなら断じて。と老人は言った。わしを訪ねてくるほどのものは、皆一流に達した人間である。 ぼっけんを持って打ち合うとか手を取って教えるなどということは決してない6もくすけは信じかねるようにキセルを投げ髪を取って口の中にヤニがたまったらしいベロっと舌を出して拭いてそれから唾を吐いた飯糸の老人は断言した その断言によると、木助は何もしないでいいのであった。修行者たちは掃除をし、水を汲み、煮炊きをしてくれる。こちらが横になれば、夏なら顔を追ってくれるものがあるし、寒ければすぐ予義をかけてくれる。肩を叩たたくものもあるし、足腰をもんでくれるものもある。それを黙ってされるままになっていればいい。 横のものを縦にする必要もないというのであった。だとすれば、木助が言った、えー。そのなんとかという、その伝授とかいうことは、言ってどうなるだね。それは修行者自身の問題である。道の費用というものは、例えようのないものであって。 能力のある者は教えずとも得得するし、その能力のないものは終生やってもダメなものだ。だとすれば、どうしてまたわざわざお前さんの時やってくるだね。木助が不審を打った。つまり、イワシの頭も新人というやつかね。とわけたことを言ってはいけない。 いいしの老人は憐れむようにもくすけを見た「一口に申すと上位祭のもとでえとくしたとなればそれでもう達人として天下に通用するし仕官をする場合にも食禄の高が違う」などということはその方の知ったことではないその方はわしの代わりに草あへ行って買って気ままに楽ねをしておればよいのだ。 わしは真実せ声をしたいのだし、その方にとってもあつらえたような役ではないか。おらがなまけ者だつうことかえ。わしはまず、村の者に言おう。飯の老人は話を進めた。まことの長医祭は、木けその人である。わしは門人であって、 先生の草案を営むため、先に杉谷へ来ていたのである。何を隠そう、くすけこそ、山城守直家。何を笑うか。村の山猿どもを言い狂るめるくらいの弁舌が、このわしにないとでも思うのかおら、笑いやしねえだ。笑いたくもねえだよ。 はキセルを取ったそれにお前さんがそこまでお膳立てをしてくれるっつうなら試しにやってみてもいいと思うだそう思うだが間違っても災難となんぞ起こりやしねえだべなそんなことはないそんなことはあるどおりがない飯の老人は言葉を強めて否定した。 老人はこの雷楽な企みとその結果として生ずるであろう悲き劇の予想とですっかりのぼせていた。のぼせ上がっているようであった。木助はどちらでもよかった。木助には少しも精神はなかった。木助はただ怠けていることができれば文句はないのであった。木助は 杉谷の草案へ移った。飯の老人は身代わりとしての二三の心構えを教えた。修行者たちに対してなるべく口をきかないこと。彼らの奉仕を決して遠慮や辞退しないこと。もう一つ、数多い修行者の中には時に立ち筋を教えてくれとせがむものがある。 そういうものが来た時のために、と言って、前庭の大きな茅の木の枝に、石野老人は一本の木剣を釣った。一畳ばかり高い枝から皿田紐で釣ったので、木剣は地上から四尺ほどの空間に、切っ先をほんのわずか上にして吊り下げられた。石野老人は丹念に釣り具合を調べた後、 満足そうにうなずいていった。そういう修行者が来たら、この冒険と立ち会えというがよい。おそらく打ち込むことはできないはずである。まじない。でもしてあるだね。石の老人は目をむいた。けれども何も言わなかった。草案は古い建物であった。 何百年という昔、何が死とやらいう高徳のひじりが殉職してきたとき、村人たちがひじりを定住させようとして建てたものだという。すっかり荒廃していたが、王先生が住むにあたって、もちろん村人たちの手で修理した。屋根も新しい蚊帳で吹き替えてあるし、ふすま、障子、壁、 皆きれいに直してあった。ここは湯小屋のある三津沢を右回りに十五丁ばかり登ってきた大地で、二百坪足らずある前庭の先は谷へ切れる断崖。後ろには山の中腹が迫っている。狭い谷の向こうも山で、谷間にも山にも前後左右びっしりと杉が茂っていた。 見る限り杉の林だったその中で前庭のかやの木けんを釣ったかやの木だけが抜きんでて大きくたくましく枝を張っていた飯の老人は去っていったではと言って次年木の杖をついてやや皮肉な笑いを浮かべもう一度 それではと言ってそうして去っていったその日の午後突然黒門の乙女様がやって来た山籠に乗って友は老女と下僕二人それに弥一が先触れを務めた乙女様は三十六七歳であった 体は小柄でほっそりしているし、顔も手足も小作りであった。肌はすくように白くて器量もかなりいい。いかにも深層のカレといった風である。が、ひとたびその表情が動き出すと、印象はがらりと変わってしまう。年齢のためもあるだろうが、目はキラキラと光り。 唇は赤く濡れて神経質にピクピクし甚だしく静観で肉欲的な感じが溢れるのであったあの木助いいえあの飯野様彼女は宴先へ来ていった先ほどあの御門邸の方か,からすっかり伺いましたまあどんなに驚いたことでしょう 私、梅男とすごろくをしているところでした。ちょうど私の番で、いを取ろうとしたとき、あの方が見えたのです。すけは寝そべっていた。乙女様の方は見もしないし、言うことを聞いてもいなかった。乙女様の方へ頭のてっぺんを向け、肘枕をして、北側にある小窓の外を眺めていた。 杉林のこの孫越しに遠くずっと高く残雪のある峰がほんのわずかばかり覗いていた。ここは谷合であり杉林に囲まれているのでもう午後の青錆びた光に浸されているがその高くはるかに遠い峰の残雪は斜めに太陽を受けて 鮮やかに白くキラキラと輝いていた。乙女様があんなにおっしゃってるだにと弥一が言った。なんとかご挨拶しね。えだかやいやさっしゃらねえ。だあかんだ。ご挨拶さ,さっしゃね。えだかよ。幕、ま、助おめえ。大先生だっつうでねえか。 おめえが大先生のご本尊だつうでねえか。村中が肝を潰してひっくら返ってるだによ。木助は黙っていた。乙女様はなおも言い続けた。木助がただものでないことは亡くなった母が予言していた。今度彼が帰ったと聞いたとき、自分はすぐ母の予言を思い出し、黒門へ迎える決心をした。 それは彼が偉い人間になって帰ったにそういないと思ったからであり、今日それは証明されたのであった。黒門の代々の伝説は虚構ではなかった。彼は火おどしの大鎧も着ておらず、金がたの兜もかぶっていない。連戦足毛の駒にも乗っていないし若くもない。だが、それらをひっくるめたよりも、 はるかに偉大な人間になっている。彼こそは黒門の婿。とめの夫となるべき人物である。乙女様はこういうのであった。この間にもくすけはいびきをかきながら眠っていた。七。第一の修行者が来たのは、 それから7日ばかり後のことであった。飯の老人は季節が良くなるとき始めると言ったようだが、こんなことにも旬があるのかもしれない。続けて、第2、第3、第4、第5と、30日ばかりの間に5人の修行者がやってきた。草案は賑やかになった。というのは、乙女様の来た日。 乙女様が帰ったのを木助は知らなかったが、例の5人組の娘たちが押しかけてきて、酔いの口まで騒いでいった。彼女たちも彼が超異彩だという噂は聞いたらしい。だが彼女たちには、そんなことはどっちでもよかった。大先生であろうと木助であろうと、彼に対する彼女たちの気持ちは少しも変わらず。 またそれについて、いささかの矛盾も抵抗も感じないようであった。彼女たちはその後も三日おきくらいにやってきて、一日中にぎやかに騒いでいった。杉谷は牛窪村から二里余りあるので、さすがに毎日というわけにはいかないらしいが、ちょうど出作りの時期で村の大部分の男女はいなかった。村は今、 留守村であり彼女たちには暇と自由がたっぷりあった自然修行者が来始めてからも彼女たちは訪問をやめないのでそういう日の草案のにぎやかなことはちょっと類の少ないものであったぶしつけなお尋ねかもしれませんが二番目に来た修行者の 二,の木二郎がある時どうも腑に落ちないという顔つきで言った「あの娘どもはどういうわけであんなにしげしげやってくるのですか?」。木助はタバコをふかしながら「そうさのう」と言ってまたタバコをふかし寝転んだままで片方の足首のところをもう一方の足の指でひっかいてそうしていった。 きっと来てえからだべえさ。他の修行者たちは見て見ないふりをしていた。飯の老人の言葉に嘘はなかった。修行者たちはただ一人を除いてよく働きよくすけの世話をした。木助ははじめ彼らに自分で名を付けた。 おめえらの名をいちいち覚えるのは面倒だでのう。木助はこう言って、第一の修行者に一の木太郎、第二のそれに二の木次郎、それから順に三の木三郎、四の木四郎といった具合であるが、みんな仮にも嫌そうな顔はしなかった。彼らは互いに分担を定めて、交代で水を汲み、 巻き終わり、炊事をした。誰か一人は必ず木助につきっきりで、飯の給仕をし、茶を入れ、そして肩腰をもんだり叩いたりした。すべて道の修行のためでございます。彼らは自分からそういうのであった。けれども五人の中で三の木だけは違っていた。彼は、 石の老人が予言していたような修行者の一人でぜひ先生の立ち筋を拝見したいと言いそこで例の墓犬とにらみ合うことになったかやの枝からつり下げた墓犬に向かって彼も自分の墓犬を持って挑戦するのであるおそらく打ち込むことはできなかろう。 の老人はこう言ったがそのとおりであって三ノ木三郎は五人の中では誰よりたくましくひげさえも生やしていたのにどうしても打ち込むことができないぶらりと宙に下がっている墓犬をにらんで目をむき出し歯を食いしばってそれこそ油汗を流して一日中生き見返っていた 時には夜半頃に突然跳ね起き。おお、そうだなどと言って、勃券をつかんで飛び出したりするが、やっぱりうまくはいかないらしい。そういうわけで、三の木だけはほとんど他の用事をしなかった。他の四人は、いい若者であった。みんな、剣術の極意のことで頭がいっぱいらしい。 昼夜十刻、眠っていてさえも頭から離れないようで、みんないつも緊張し、思い詰めたような目つきをしていた。はてな、と言ったような顔つきをすることもあった。決して無駄口は聞かないし、お互いで話したり笑ったりすることもなかった。ただ一つうるさいのは、彼らが木助から目を離さないことであった。 目を離さないばかりでなく彼らは全神経と全感覚とで休みなしに木助につきまといどんな無意味な動作からも極意を探り出そうとする風であった五の木五郎は中でも熱心な修行者で飯の炊き用も上手だし縫い繕いだの洗濯物なども同どに言っていた彼はかなりなどもりで そのためもあるかもしれないが、時々木助の前へ来て座って、指を一本立ててみせる癖があった。きちんと姿勢を正し、黙って右手を前に出して、その触手だけ一本ぬっと立てるのである。それはちょうど子供が親に向かって、飴を買うから百文をくれ、というのに似ていた。 もちろん、道の費用を探るための挙動の一つなのだろうが、はじめのうちは何かこっちが術でもかけられそうな心持ちで、慣れるまで木けは木骨が折れた。二の木二郎はかんちらしく、娘たちが来る日は恐ろしいほど渋い顔をし、膨れ同しに膨れていた。一の木は肥えていて、 多少粗骨で、飯を炊くとよく焦がしたり、半煮えにしたりするが、他に取り立てていう特徴はなかった。シノキは痩せた子男で、言葉に九州方面のなまりがあり、何か落とし物でも探すように、大きな目で絶えず周囲をきょときょと眺め回していた。娘たちが来ると、彼だけはうれしそうで、 ででなくても自分で水事を引き受け珍しいごちそうをこしらえたりしてしきりに彼女たちを取り持つのであった。木助には満足な生活が続いた。木助には不平はなかった。彼は決して不平家ではなかったが、その生活にはなかんずく不平や不満はなかった。 猛暑の季節になったが草案はいつも涼しかった深い杉林に囲まれているので空気は常にひんやりしているし谷から吹き上げる風は言い,いようもなく爽やかであった霧の巻く朝夕は杉の蚊が強くにおいカッコうやホトトギスやツツドリやそのほか何かの鳥が 夜昼となく泣いた。来る日も来る日も平穏であった。五の木五郎が指を縦に来るのも、二の木が膨れるのも気にならなくなった。四の木四郎は肩を叩たたくのが誰よりもうまかったし、一の木太郎は足腰をもむのが巧みであった。三の木だけは、 林の木の下で生きんでいるばかりで何の役にも立たなかったが彼がそうしているために草案がいかにも修行道場らしく見えたことは確かであった「おらこれ以上何にもいらねえ」「木助はこう思った」「この暮らしが100年続くとしてもおらちっとも文句を言うことはねえ」 まさしく、木助にとってはそうだったろう。が、8月になると、その平穏な生活が揺らぎ出した。第一の出来事は、娘たちから起こった。彼女たちは相変わらず5人組で来て、一日い杯勝手に騒いでいった。当時は一般の風俗も、応用管轄であったが、 彼女たちは参観自然の境地に育って、その正常は野趣に富み、奔放不拘束な点が多かった。彼女たちは絶え間なしに食べ、好んでジョージを話題にした。ジョージの他には何も興味はないようであった。しかも話題は直祭であり、あからさまで隠すところがなかった。彼女たちは、 男女の性別について、観察的にも解剖的にも豊富な知識を持っていた。良性の整理やその機能についても、驚くほど詳細に知っていて、しばしば修行者たちを赤面させた。なあ、先生よ。言ってしめえなよ。彼女たちは大きな声で言う。前提先生は。 おんだらのばあさまたちのだれとほんとうにねただえおはなばあかえおうめばあもおあやばあもおんだらんとこのばあさまもどこのえのばあさまもいってただないしょのこんだがおらあのひととねただってよみんなうそっぱちよ別のむすめがいうおんながほんとうにだれかとねただら お首にも寝たなんんて言わねえもんだ。なあ先生よ。彼女たちは木助の脇に寝転んだり足を投げ出したり極めて胞子な格好でおしゃべりをし時にじれたそうな声を上げて木助の体へ抱きついたりたたいたりひねったりした。修行者がそばにいる時は遠慮なく彼らにも手を出した。 しの木はそうされるのを待っているようであった。そのためにごちそうごしらえも精が出るようであったが、彼女たちは好んでニの木次郎に手を出した。彼女たちが来るとニの木は渋い顔をして膨れかえるのだが、彼女たちの方ではお構いなしで、むしろそれが面白いというように言葉にしろ動作にしろ、 恐ろしいほど大胆な表現を用いて、思うままに彼を翻弄するのであった。そんなに膨れるでねえよ、二郎さん。彼女たちはこんな風に言う。顔なんぞ膨れたって、何の使い道もありゃしねえだ。どうせ膨らかすだら、もっと使い道のあるところにするがいいだよ。そして、げらげら笑うのであった。 猪木二郎はついに辛抱を切らしたようであった彼は他の四人とも相談したらしい八月になって間もないある夜五人で木助の前へ来て座った先生にお願いがございます二の木が言った聞いていただけますでしょうか何だよ あの娘たちの来るのを禁じていただきたいのです。どうしてだよご存知のごとく、我々は先進不乱、剣道の奥義を得得するために、年々修行しております。しかるにあの娘たちは、陰備猥雑、汚らわしき言動をもって我々を悩まし、神聖なる草案をお得いたします。 かようなありさまでは修行の妨げになりまするし、元来かかる道場へ女どもを近寄せることがいかがかと存じます。どうか今後は固く出入りを禁じていただきたいのです。すけは二の木を見、み、それから他の四人を順に見た。キセルにタバコを詰め、火打ち袋を取って、 ゆっくりとタバコをふかした「おめえに聞くだが」と木助が言った「いてって卵注文は何が産むだねそれは申すまでもなくにの木がムッとして答えた」むろん「無論綿取りが生みます」「じゃあおめえはどうだ?」 うおめえは何から生まれてきただい木のたかえもちろん母親からでございます。すけはタバコをふかし「ふん」と言ったそのおふくろさまは女かえ男かえむろん女でございます。それでそのおふくろさまもやっぱり。 おめえにはけがらわしいだか。何がおっしゃいますかニノキの顔はたちまち赤く膨れた。人間と生まれて仮にも母親をけがらわしいと思うものがあるわけはございません。私にとっては母上は神聖を犯すべからざるものです。あの娘らも同じだべさ。 すけはごろっと横になった。キセルをはたき、二く目に火をつけ、さもうまそうに煙の輪を吹いて、それからだらけた調子でゆっくりと言った。その年頃になれば、めんどりは卵を産みたがるし、娘らはこう産みたくなるだわさ。他の子んじゃねえ、こう産みてえからこそ。 ガーガー騒いだりつまらねえおしゃべりをしたりするだそういうことでおめえが生まれたしオラも生まれたし誰も彼もが生まれてきただあの娘らがもし汚らわしいとすればそういうことをしておめえを産んだおめえのおふくろ様も汚らわしいし世の中の女って女 また男て男はみんなけがらわしいだ。そんなことはねえ、そんなことは。木助は吸い殻を手のひらへはたき、三服目を吸い付けた。おめえらもいつかは、どっかから嫁をもらって、そうして自分らのせがれを生ませるだ。いつかはよ。ほんとに。 変哲もねえ。みんなおんなしこったよ。猪木二郎の顔が硬化した。聞いているうちに非常な感銘を受けたらしかった。顔面がこわばり、目が異様に光りだした。そして、木助の言葉が終わったとたん、いきなり庭へ飛び降りた。木助はびっくりした。 まるではじかれたように飛び出したので、何か乱暴なことでも始めるのかと思った。しかしそうではなかった。庭へ飛び降りたニノキは、暗い地面の上へ土下座をし、地面に両手をついて、涙のこぼれそうな目でこちらを見上げた。ありがたき、ただいまのお言葉。 めんどりと娘どもに固くしたご教授、まさしく奥義のご伝授と承りました。流儀の秘伝、まさしくえとくつかまつりました。かたじけのうござります。そして彼は泣き出した。もちろんうれし泣きであった。たくましい方に波を打たせて、ややしばらく男泣きに泣いた。 目はたばこをふかすのもわすれてあっけにとられてそれをながめていたわけがしれねえもくすけは心の中でおもったおらがめんどりとむすめをどうしたっていうだ何がごでんじゅだつまらねえほんにわけがしれねえ猪木二郎は草案を去った。 秘伝を得得したから去ったのであった。この出来事は他の四人を感奮させた。想像以上に感奮させたようであった。彼らの目つきも表情も立ち位の動作もひどく緊張し、全身が絶えずギラギラしているように見えた。三の木三郎はやはり勃犬と睨み合っていたが、 彼の熱心さはほとんど頂点にまで高まり、相手が宙にぶら下がっているだけのただの冒険だったから、五人組の娘たちは、あの人は脳を患ってるじゃねえかえなどというくらいであった。二の木が去ったことについて、すけには格別感想はなかった。が、それから10日ほどして、 第二の出来事が起こった時は、彼は感想なしではいられなかった。ちょうどシノキが肩を叩いている時であったが、谷から吹き上げてくる新衆の風に、木けがふとくしゃみを催した。くつろげた襟から懐へ、やや肌寒い風が入ったためらしい。我知らず相当に大きなくしゃみをした。すると、 しのきの体がぎっくりと硬化し、肩を叩いていた手が動かなくなった。そして、もくすけがどうしたのかと振り向こうとしたとき、死の木四郎はパッと立って庭へ飛び降りた。実に素早い動作で庭へ飛び降りるなり、二の木二郎と同じように土下座をし、両手を地面へついてこっちを見上げた。 ありがたき、ただいまのおくしゃみ。篠木は感動にあふれる声で言った。あうんの間を切る一冊の気合、まさしく奥義の御伝樹と拝札つかまつりました。御流儀の秘伝、まさにえとくいたしてござります。かたじけのございますというつもりだったらしいが。 こみ上げてくるおえつのためにあとはつづかなかった彼はよろこびと深い感謝とで両手で地面にかじりついて泣くのであった「どうしたんだこれは」と木助は心の中で思った「おらただくしゃみをしただけだによそれがいってどうしたっつうだ」しの木郎は、 秘伝を得得した。言うまでもない。彼はキンキンと草案を去っていった。こら油断も隙もなんねえ。木助は考えた。彼らは何をきっかけに得得するかわからない。これでは不用意に話もできないし、うっかり咳をすることもできない。こう考えて、今後は用心をすることにした。 にもかかわらず、悪いことは重なるというものかどうか、それからわずか数日のうちに、またしても同様なことが起こった。例のくしゃみをしたときに、鼻風邪をひいたと見え、木助はずっと水花に悩まされていた。馬鹿らしくなるほどひどい水花で、休みなしに噛んでいなければならない。檻から横になって、 一の木太郎に腰をもませていた。もちろんたばこを吸うこともできない。腰をもませながら水花を噛んで、その髪を丸めて庭へポンと投げた。横になったまま投げたのであるが、ちょうどその時、五の木五郎が水手桶を担いで通りかかっていて、その横面へ木助の投げた紙玉が当たった。五の木は、 谷から水を汲んできたところであった。水の入った二つの手桶を天秤棒の前後にかけて庭を横切ろうとしていたのである。が、神玉が左の方に当たった刹那。彼は雷にでも打たれたように全身をぎくりとこわばらせて立ちつくんだ。あれ、いけねえ。そりゃいけねえ。 すけは我知らずそう言った。しまったと思ったのであろう。けれども遅かった。五の木は水手桶を下に下ろし、そこへ土下座をした。そして右手を前に出して、いつものように触手を一本ぬっと立ててみせ、それから激しくどもった。おおおお、い、い、い、感激のあまり、 どもりがこうしんしたらしかった。らかっ無意味な母音が出るばかりで、どうしても言葉にならなかった。彼はますます指を押し立て、これが証拠だとでも言うように、ただもう会長のような叫び声を上げるのであった。わかっただよ。木助はうんざりしたように言った。 どうせまたえとくしたんだべさ。つまらねえ。一体、いったいえとくとは何であるか。彼らは何をえとくするのであるか。木助にはまるで腑に落ちなかった。極意だの、秘伝だの。所詮は剣術が図抜けに上手で。 うまく人をたたきのめすことのできる人間が、その術に箔をつけるための呪文見たいようなものであろう。木助などには、もともと無縁であり、どっちでもいいことであったが、そう次々にえとくされては困る。二の木はまあいいとしても、肩をたたくのがうまい四の木、炊事や洗濯の上手な五の木、 こう続けざまに出ていかれては、草案の生活はやってゆけないのである。現にもう役に立つのは一の木一人であった。炊事その他、木助の世話をするのは一の木太郎だけであった。三の木は水だけは汲むが、あとは勃犬と睨み合っているばかりだった。暇さえあれば勃犬を睨んで、 うめき声を上げたり油汗を垂らしたりするばかりだったバカバカしいなんちゅうこんだすけはこうつぶやいたあいつこそえとくすればいいだにあの三の木こそよ何の役にも立たねえでどうしてまたえとくしねえだかさう,うどうしてだかさバカバカしい もしもこれで一の木に行かれたら、もう万事おしまいである。一の木を出て行かせてはならなかった。一の木に絵徳をさせてはならない。少なくとも、後の修行者が補充されるまでは。木助は、言語動作に気をつけた。そんな努力をするのは、生まれて初めてのことであった。しかし今度は、 全く予期しない方面から予想外の災難が降りかかってきた。九月徴用の前日のことであったが、草案の庭へ突然十五人ばかりの侍たちが入ってきた。彼らは皆小具足をつけ、五人は槍、五人は鉄砲を持ち、そうして四人が腰を担いでいた。 彼らはズカズカと庭へ入ってきて、先頭にいる隊長らしい一人、彼だけは腹巻きをつけていたが、しわがれたような大きな声で怒鳴った。飯石いいの長威斎先生のご相談と承って水産いたした。手前は前だけの老い幾兵衛と申す。 ぶしつけながら先生に餃意を得たい。三の木は茅の下で墓犬とにらみ合っていた。木助は一の木に肩をもませていた。三の木はにらみ合いをやめ、一の木は肩もみをやめた。木助はこれはただごとではないと直感し。違う違う、大違いだ。 慌てて手を振った。ここにゃあそんなものいねえだそりゃあお前さんのお聞き間違いだよおおまさしくこれは石の先生おい幾兵衛と名乗る侍はこう言ってそこへ片膝をついた蝶衣祭は頓汁しているのであった俗世と縁を切ったので 自分が蝶衣斎であるというはずはなかった。蝶衣斎ではないというものこそ、蝶衣斎その人であるはずだった。庭に,にはぶら下げた墓犬で修練をしている者がいたし、もう一人の修行者は肩をもんでいた。年配から言っても、正しくその人こそ、蝶衣斎先生でなければならなかった。 ご環境騒がす罪はお許しください。幾米は確信していった。実は、金沢城に大事出退。ぜひとも先生のご助力が仰ぎたく。領主の命により、押して参上つかまつりました。違うだ、つーに。ほら、超遺災でも先生でもねえだ。 はんなこと、くるめのもくすけっつうものだに。まず、死災をお聞きください。おい幾米は、かまわずに行った。要点を記すと、岩見十大優という大豪傑が、金沢城へやってきた。天下無双であり、ちょっと形容しがたいほどいいな大豪傑であった。彼は、 前田家の勇士と試合を望み、どう断っても承知しなかった。試合をさせないのなら城を明け渡せというのであった。試合をして自分が負けたら首をやるが、勝ったら金沢城をそっくりもらうというのであった。かが百万石の不鎮に関わる大事でございます。幾米は続けた。 先生に置かれても、寮内にご相談を営まれます以上、かかる大事をよもやお見過ごしはなされますまい。仮に嫌だと仰せられても、手前役目として無理にもお迎え申さずにはおかぬ覚悟でございます。おら何べんも言うだ。おらいさいじゃねえだよ。 断じて先生ではないそれは大間違いであるすけは懸命に弁解しただが老い幾兵は耳にもかけなかったしかもそこに鉄砲という武器のあることを暗示しついには部下と協力してほとんど暴力的に黙助を担ぎ出し用意の腰に乗せてしまっただから。 ほら初めに言っただ腰の中で木助はつぶやいたこんな衛生なことをして何か災難が起こるじゃねえかってよ先生はそんなことはねえっつったでねえかそんなことはある道理がねえってこれでもある道理がねえだかい。あの食わせ者が これでも災難でねえ、だかい。牛窪村でも、すでにこの出来事は知っていた。留守村の人たちは残らず、道へ出て腰を見送った。黒門の乙女様も出ていて、腰が通りかかると、生めかしく木助に挨拶した。この旅は、ご本城よりのお召し。 ご名誉なことでございます。先生のお腕前なら、悪凍結などはひとひねり、ちょっとつまんで捨てるくらいのものでございましょう。どうぞ、ごぶうんめでたくお帰り遊ばすよう。そして私が、これまでと同じように、心からお待ち申していることを、お忘れくださいませぬように。先生。 しっっかりやってくむすめたちはもっとそぼくであったそのわるい野郎のてあしをぶっくじいてくびたまをひっこぬいてやるがいいだ皮をひんむいてみやげにもってきてくんろえそうだ身の皮をひんむいてきてくろやいちもはだしではねながらさけんでいたそいつをぶちのめして めの玉をえぐり出してやるがいいだ。はんなことそいつの目のくり玉を。」。木助はため息をついた。ひとひねりにされるのは誰であるか。手足をぶっくじかれ首をひっこぬかれるのはどっちであるか。揺れてゆく腰の中で木助はこう自分に反問して深く長いため息をつくのであった。 金沢まで二日で行った。それは一般の日程のほぼ半分であった。途中には変わったことはなかったし、すけもジタバタはしなかった。タバコを忘れてきたのを不満に思うくらいにまで気持ちの落ち着きを取り戻していた。彼は無意にして生きてきた。時代は騒がしく、生きるに困難な条件が多かった。 しかも彼は怠けたいように怠けて何事もなさずして生きてきた。彼にはこの世の中はどうにかなってゆくものであった。従来の経験が彼にそれを証明していた。オラがそんな大豪傑と試合するなんて、そんな馬鹿げたことがあるはずはねえさ。木助はそうつぶやいた。 その前に何か起こるだ。オラが試合なんぞしねえで済むように、きっと何かが起こるだ。これまでいつもそんな風だったし、今度だけそうでねえわけがなかんべえさ。彼は落ち着きを取り戻したのであった。木助は自分の運を信じた。この災難が必ず解消するだろうと信じた。 城へ着いてからも、試合の場所、それは城中の馬場であったが、え、出てからも、その信念に揺るぎはなかった。ただ、その場の物々しい設備と、居並んだ前田家臣らのきらびやかさと、その数の莫大さにはびっくりした。少なからず気遅れがし、頭がのぼせた。ぼーっとのぼせて、 おい,いが何か言ってもよく分からずただ幾兵衛の言うままになりされるままになっていた「もう何かが起こってもいいだになあ」と木助は思った「もうそろそろ起こる自分だによ何かが思いがけねえようなことがよ」。その時太鼓が とうとうとなりだした10太鼓は試合を始める合図であったしかしすけの期待するようなことは何も起こらなかったばかりでなく試合をする相手がこっちへ向かってくるのを木助は認めたその男は巨漢という感じだったすべてが大作りであった ひげだらけの顔も大きく、目、口、鼻も大きかった。体は岩のように巨大であり、筋肉がこぶになって盛り上がっていた。なんというものか、岡倉に使う衣装のような、キラキラ光る派手な着物にたすきをかけ、同じように派手な袴の桃立ちを絞り、足には武者わらじを履いていた。 鉢巻きにも綺麗な造眼のある向こう金具がついていて、それがキラキラと日光を反射した。全体が光り輝くようで、しかも重量感に満ち、圧倒的な劣化のような闘志が溢れていた。大豪傑だ。と、木助は思った。これが岩見十太夫だ。確かに、 それは岩見十太夫であり、天が無双の大豪傑であった。木助は身震いをした。木助は救いを求めるように四方を見回した。が、依然として何事も起こらなかった。十太夫は何か叫んだ。口が耳まで裂けたようだった。真、ま、っ黒な髭の中か,から白い歯が見え、その叫び声は、 もうだめだ、もくすけは思った。いつかみてえだ、いつかとそっくりだ。もくすけの頭に連想作用が起こった。そして、石見十太夫がそのまま一頭の猛犬に見えた。彼が幼年のころ出会った、あの食いつき犬に。 大は近寄ってきた。五尺もありそうな赤菓子の墓牽を突き出し巨大な目をカッと見開いて木助の目をかっきりと睨みながら一歩二歩と進んできた木助は棒立ちになっていた右手に幾兵衛に持たされた墓牽を持っていることも忘れ全く恐怖の虜になって立っていた そうだ、あの時そっくりだ。木助はこう思ったが、同時に久留米の発作が起こった。それは幼年時代より激しくもなかったが、軽度になったわけでもなかった。これまでのものと同じ程度のようで、まず左右の動向が各自の方向へゆっくりと動き出した。よくはわからないが、 剣術の試合などでは目が重要らしい。両者の目と目ということを言う。糸で繋いだように両者の目が噛み合って、そこから勝負が始まるなどという。岩見十太夫もそうであった。十太夫は巨眼を向いて、楽器きと木助の目をらえていた。自分の視線で木助の僧帽を射抜いて、 微動もさせぬというにらみ方であったところで木けはクルメの発作を起こした両方の黒目が片方はあちらへ片方はこちらへと互いに勝手な運動を始めその動きは次第に速く激しくなるのであった石見十太夫は頭がちらくらしてきた彼の目は すけの両眼を楽器と捉えていた。自然十太夫の両眼はすけの両眼の動きと不可分であり全く意志に反して同一運動を起こした神経が通常であるものにとってはそれは恐るべきものであり到底負担に耐え難いものであったいつかの食いつき犬は尻尾を巻いて逃げたけれども この大豪傑は逃げることもできず、木けのくるめが激しくなるにしたがって、暫時その顔が青くなり、呼吸もひっ迫し、その巨体がぐらぐらと揺れ始めた。そうして木けの眼球が裏返しになるとたん、石見十太夫はついに目を回して、のけぞりざまに、枯れ木でも倒れるように、どしん とぶったおれてしまった。試合は終わったのであった。ばばはかんこの声にどよめきあがった。まさに勝ちどきの声であった。そのどよめきのためにばばから土煙が巻きあがった。おみごとおみごと。お,とおい幾兵衛が駆け寄ってきてしわがれたかなきり声で叫んだ。 先生、お見事です。お見事でござります。すけの発作は頂点に達し、従って回復し始めていた。彼は耳を漏する歓声を聞きながら、ぼんやりと心の中でつぶやいた。やっぱり、思った通りだ。何かが起こったにちねえねえ。何かが。 災難は逃れただ。木助は領主の前に呼ばれて褒美を賜った。しばらく城中の客になるようにと言われ、連日にわたって豪奢な凶暴を受けた。大豪傑は首をくれずに逃亡した。木助は金沢城を救ったのであった。評判はたちまちのうちに広く領内に広まっていった。 三日目の午後、一人の老人が金沢城の大手門の前に立った大手の門の門番のところへ来て右手に次年木の杖を持っていたがその杖を大地についていった「自分は飯石の長威祭である」「ご領主加賀守公に面会したい」 早速そ,そう取り継ぐように。なんだっていいしのなんと言っていいしの超異彩。山城の神直家である。おい、妙なき違いが来たぞ。門番の侍は同僚に向かって行った。こいついいしの超異彩だとよ。先生の評判を聞いて。 気でも狂ったんだろう。「いいよ、自分は凶器はしない」。老人は言った「その方の申す評判を聞いたから参ったのだ。自分が正真正銘の長位祭」「城中にいるのは久留米の木助という偽物である」。ははあともう一人の門番が言った。 それで一体どうしようというのかいこれは私利私欲ではない。老人は言った。わしはすでに遁政の身であり、俗性の妙りを捨てておる。自分の名声や利益などは問題ではない。けれどもじゃ、偽物も偽物、久留米のもくすけなどという愚か者が、 いいしの蝶衣祭の名を名乗るのに、誰一人これを看破することができず、ま、ことの蝶衣祭と信じてもてはやすということでは黙ってはいられない。これはすなわち、剣の道の神聖を汚し、武道の精神を長老するものであって。なんだなんだ、そのじじいはなんだ。 城の中から出てきた五六人の侍たち皆若く元気そうであったがこう言ってこっちへやってきた門番の侍が笑いながら訳を話した老人はそれを遮って自分から若侍たちの方へ進み出て威厳のある容体でもう一度自分の主張を述べた「自分の妙理のためではないぞ」 老人は繰り返した。決して妙理のためではない。ただ剣の道の神聖を守るがために。まさに生き違いだ。若侍たちは笑った。ゆけゆけ、このじじい。まごまごするとひつかまえてお堀の中へたたき込むぞ。無礼者。何を申すか、無礼者。うるさいな。 一人が老人を押しのけた。通行の邪魔だ、どけどけ。そして彼らは去っていった。押しのけられた老人はカッとなり、杖を引きずって彼らの後を追った。追いつきながら叫んだ。その方どもは盲人か、その目は節穴か、百姓じじいとちょいさいの見分けもつかないのか。 もう一度よくわしを見ろ、このわしを。と、老人は片手で胸を打った。天下の調異祭をよくよく見ろ。若侍たちはもう相手にならなかった。互いに話したり笑ったりしながら、ずんずん向こうへ歩いていった。バカ者ども老人は立ち止まった。 なんという愚かな若者の天皇どもだ。わしは貴様たちのために来てやったのだぞ。老人は去ってゆく若者たちの方へ怒鳴った。自分のためではない。貴様たちの誤りを正し、真実を教えてやるために来てやったのだぞ。待て、若者ども。わしの言うことが聞こえないのか。 若侍たちは辻を曲がって去った。老人は口の中でブツブツ言い、ちょっと考えてから杖をつき、どこかへ去った。もちろん老人は諦めたのではなかった。翌日も大手門へやってきて、前の日と同じことを言い張った。そしてその翌日も、その次の日も、次の次の日も来た。 しかし老人の主張を聞く者はなかった。少なくとも真面目に聞く者は一人もなかった。世間というものは何と愚劣であるか。老人は失望の独り言を漏らした。何と愚劣で無知なものであるか。人間どもの救い難い猛舞、恥知らず、愚鈍。 だからこそわしは頓生したのだ。世の中にも人間にも愛想尽かしたればこそ、属性を逃れて山中に隠れたのではないか。このわしの心境すら彼らには分からぬ。バカ者ども、なんという哀れなバカ者ども。けれども老人は断念しなかった。 半月ほどして黙助が白山谷へ帰ってからも大手門へ来ては自分の主張を述べ立てた先生はもう杉谷へお帰りになった文句があるなら杉谷へ行って直に先生に申し上げたらいいだろうわしはあんなものは問題にしない老人は言った あんな木助や白山谷の百姓どもや、つまらぬ修行者や草案などは問題ではない。わしは天下が相手だ。わしは天下を相手に聖者をはっきりさせるのだ。わしは天下の網を開いてやるのだ。いいか、よく聞けよ馬鹿者。わしはな。そして老人は、 自年牧の杖を地面に突き立て、飽きずに同じことを怒鳴るのであった。木助は村へ帰った。二田の加賀港から賜った土産を持ち、腰で送られた木助は、牛久保村の人たちの熱狂的な歓迎を受け、黒門に十日ほど滞在した後、杉谷の草庵へ帰った。 そこでは三ノ木三郎が去って新たに五人の修行者が来ていた三ノ木三郎はやの枝からぶら下げたあの墓剣を引きちぎって踏み折ってそれに唾を吐きかけて悪態をついて立ち去ったということであった早くそうすればよかったによ目助は あの役立たずがもっと早くそうすればよかっただにそれがおたげえのためだったによまあいいだごくつぶしが減ったでなサバサバしただよ草庵の安穏な生活は保証されたようであった一の木太郎と新たに来た六の木六郎から 十郎までの六人の修行者たちを眺めながら木助はのびのびと横になり長く飢えていたたばこを取ってさも満足そうにふかし始めたおたばこが残り少なになりましたと一の木太郎が言った大阪へでも参ったら求められるのでしょうがよろしかったら雪の来ないうちに 私どものうち誰か行ってくることにいたしましょう。心配はいらねえだよ。木助が言った。あれば飲むだが、なければねえでいいだよ。うえー、めんどくせえでな。それにゃあ及ばねえだよ。しかし、行ってまいるのは私どもでございますから。あんなしこったに。 たとえおめえらが行ってくるにしろめんどくせえことはやっぱりめんどくせえでねおら他人がやるにしろめんどくせえことはでえきれいだに。木助はのびのびと足を踏み伸ばした。おらこれでいいだよ。何も不足はねえだ。 ほら何一つ不足はねえだによ。う。